特撮の成功には、かっこいい音楽が必要。ストリングスを使ったかっこいい楽曲できましたので大輔がしないと俺オファーできない。うわっやります。アクション監督やっていただけないでしょうか。俺でよければ。はい、皆さんこんにちは、井上雅宏です。佐藤大輔です。いや、いいですね。すごく空気が気持ちいい。いや、空気気持ちいいんですけど、まさん、はい、ここなんすか？いや、ここは見てわかるように大自然。まあそれは見てわかりますよ。空気良くない？空気はもちろんいいですよ。空気いいでしょ、はい、で、リラックスしてない？いや、リラックスしてます。それが大事なんだよ。今日簡単に言うと、はい、化学反応。化学反応を受け止めるときに、はい、すごくリラックスしなきゃいけないから、はい、まずはね、はい、V が来てます。 V、誰か、その V をご覧ください、どうぞ。皆さんこんにちは、作曲家の石井信孝です。井上さんからお願いされていたストリングスを使ったかっこいい楽曲っていうのをデモができましたので、ちょっとかっこいい感じの、まあ特撮も意識しつつストリングスが際立ちそうな、まあそんな楽曲でちょっとまとめてみましたので、ちょっと井上さんの緊張しますけど感想を待ってます。いつの間に作曲の石井さんですよね。アブソメタルもちろんそうです。いつの間にオファー出したんですか？いや、だってもう僕の知ってる天才作曲家のうちの一人ですから。まあもう僕も曲は聴いたことあるんですごいかなりかっこいいですからね。アブソメタルの楽曲もめちゃくちゃかっこいいです。で、今回はその石井さんがちょっと言ってたストリングスって言ってたんですけど、ストリングスっていうのは弦楽器ですね。あ、弦楽器の総称みたいな。そうですね。バイオリンとかビオラとかチェロとかありますけど、バイオリン好きなんですよ。バイオリンプラスその石井さんのいつものかっこいい楽曲のその融合をしたいなと。例えば喜怒哀楽のシーンだったりとか、その音楽が結構表に出てくるような、なんか感情の高ぶりを音楽で表してる。だからかなりね大切なんですよ。この音楽によってこのドラマの完成度が大きく左右されると言っても過言ではない。なるほど。ディケイドの曲あるじゃないですか。ありますね。ディケイドの曲ってサンバが元になってるんですよ。サンバプラスかっこいい曲みたいな。ピンクの特撮の成功にはかっこいい音楽が必要。でもそのかっこいい音楽はいつも通りの音楽ではダメ。ストリングスプラスアルファ、この融合っていうのが今回できたら発明なんじゃないみたいな。化学反応、これがさっき言ってた化学反応ですね。そうです。その石井さんとストリングスの、そうです、ストリングスの天才を今日読んでます。え、あ、もう読んでるんですか？読んでますけどご紹介したいなと思います。作目のみわちゃんです。どうぞ。こんにちは、バイオリンのみわしのです。何も聞いてない、ただ来いって言われて来たんですけど大丈夫ですかね。この間ディケイドのオープニングを弾いてくれたんですよ。これ見た時にやばいな、こんなの作れちゃうんだって。今回は石井さんとその作曲のみわちゃんの化学反応、これでどんな曲ができるかっていうのが今日のお題でございます。なるほど。分かったんですけど今日の趣旨は、で、まあリラックスしていきたいと。よかったですか、そのスタジオとかじゃなくて？いや、全然いい。これもバーベキューできるしバーベキューもやる気なんですね。もちろんもちろん、そこが入ってくるんだったらまあいいかな。全力リラックスするんだ僕は。もう練習してきたんですか？楽譜もらってないんですけど大丈夫かな。天才プラス天才なんで大丈夫かなっていう。まずなんだい、まあ天才ですけども、一応多分練習するためにこちらは礼儀として楽譜とか渡すと思うんですよ、あらかじめね。知らないから俺。いや、そこまではマーさん音楽そこまで詳しくないから呼んだんですよね、マーさん。そこをやってあげましょうよ。欲しかったな、ほら欲しかったなって。そこまで謝られた。そうだよね。はい。そこまで謝られた。必要だよね。はい。行こう。よし、フルパワー行こう。はい。ああ。このままバーベキューできないわ。バーベキューするぞ。急ごう急ごう。日が暮れちゃうよまた。練習が終わっちゃう。はい、ということで僕らが遊んでる間にですね、はい、もう日が暮れ夜中になってしまいましたけれども、ね、準備ができたみたいです。おやってもらいましょうか。よろしくお願いします。その前にちょっと練習してる間にちょっとだけ思いついちゃったんでサプライズしても大丈夫ですか？え、なんすか？いいっすよ。これまんまやんこれ。すげえ。今の間に練習したんですか？これもちょっと思いついちゃって。すげえ。いやー、初めて生で聞いた。超かっこいい。よかった。そんな短時間でできるもんなんだね。耳コピちょっと頑張ってしましたね。天才ですね。いやー、マーさんがねあんだけ言ってた意味が分かりましたよ。いや、天才なんですよ、本当に。まず空の音源聞いてみますか。天才プラス天才なんで、その天才のみの場合。あ、天才のみのパターン。天才のみの場合。はい。これだけでも十分すごいですけどね。なんか疾走感がありましたね。なんか戦ってる風景もちょっと想像できますね。ね、はい、敵に追いかけられて、走り抜けてる感じ。これにさらに天才が加わる。なるほど。サンバがこれに加わっちゃうよみたいな感じで、バイオリンが加わると果たしてどうなるのか。なんてことだ、なんてことだ。なんか一気に高音も加わって、なんか緊張感みたいなのが上がりましたよね。緊張感もあったけども、さらに増したね、化学反応起きたんじゃないですかね。確かにあんだけさっき俺言ってましたけど、はい、これはやっぱり森でやるべきですよ。でしょ森やっぱ森でしょこれは、はい、大自然が力を与えてる。いやなんか、うん、いいね。なんかいい、このまま宴会したいよ俺はお酒片手にねそう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 、素晴らしかったですね。素晴らしい化学反応でしたね。いや相当な無茶ぶりを答えていただき、呼びつけてしまって本当にすいませんでした。楽しかったです。どうでした 石井さん、はい、先ほど V で感想をお待ちしてますって言ってたんですけど、ピンクの特撮を作っていくにあたって、はい、どこからイメージ出しをしていくのかっていうので、すごくその一歩をこの曲が作ってくれたような、そんな感じが面白かったので使わせていただけたらなと思います。じゃあこの曲は決定ということで。いやいや、もうもちろん使わせていただきますよ本当に。イエーイ、やったー。ということで、まあ石井さんに今後もいろんな曲をお任せしていくし、はい、みやちゃんの方にはちょっとまた数曲多分付き合ってもらうこともあると思うんですけれども、よし、また当日に楽譜渡します、ね、楽譜はですかね前日に渡せ、せめて前日、もう1週間前ぐらいが嬉しい。収録前日に渡しますのでこの動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。